結婚前提につけ合ってる彼のことをちょっと気になって調べたいなと思ってるんですけど、知り合ったきっかけはマッチングアプリ。その4ヶ月の間にお金をたびたびちょっと貸してるっていうか、調べたいって思いながらもなんかちょっと彼のこと信用して好きでしないのがなんか、ずっと疑ったまんまですと下手すら2人の関係性も悪くなってしまいますから、そこをまず白黒はっきりつけて真実を事実を突き止めることが一番いいんじゃないかなと思っておりますので、あんまりゆっくりしてつもりだからさ、早速で悪いんだけどさ、この前言ってたのお金40万先にもらっていたらとりあえずあれだけでもいいからさ、消費者金融とか言ってさ信用してるからさ、この先もさ一緒にいたいさ、将来のことも考えてるし、こう出て、右ね、こう出て右、左右にパチ屋がある、あ、右、左右にパチ屋、あ、入る、了解、はい、こっちで、丸二で見えてます、お、座り込み禁止の下に座り込んでる、クーズだな、ああ、払い戻した、戻った。ああ。あれは了解。もう勝ったかもしれない。2、3万取ってたっぽいぞ。チャリだな。チャリ。チャリピーなのね。わ、チャリ出すから、チャリ。チャリ今、鍵開けて出るよ。もう出る。チャリね、今。でね。黒、茶色っぽいチャリで、サドルが茶色。前かごに荷物入れて。チャリの出口がどこからわかんない。で、丸にこっち来て。丸にチャリ準備できてるから、これ乗って行って。はい。早く走って。チャリの出口がわかんないかんね、こっち。出口わかんない。了解。あ、あれ乗ってください。ああ、で、地上上がっていくかな。それでまた来た道を戻るような方向で。取れたら。ほら、なんか入ってった。多分これ風俗店っぽいですね。ああ、こう出てきた。出てきて、あ、なんか立ち止まってる。なんかズボンいじってる。手止めて U ターン方向に歩いてってる。あ、で、ドア開けて、あ、中に入りました。ここクリニックで、まあ、泌尿器科とか、性病検査みたいなのもやってるようなとこだな。で、こう出てきました。出て、まあ、ゆっくり右ですね。なんか、紙みたいなの持ってます。あー、なんか、クラミジアとか書いてありますよ、紙に。あ、オツだ。反した。今、肩叩いた。今度、シャンプーとか見てる。完全にこれ二人が生活してる感じ。いいね。丸さん了解。ちょっと一場所を探すよ。一応店内で、こっちのちょっと並びになっちゃうけど、取れた。ただね、あんまり喋れないから、こっちが喋ってる内容は、LINE とかで送るわ。丸さん了解。LINE が、ああ、これ、こうが今月の家賃をもう少し待っててって押しに行ってます。っていうと、このお辻にもこうが住んでる可能性が高いですね。だから、家を折半してて、一緒に住んでるような会話ですと。そうなると、その状況をちょっと依頼者さんに伝えるのは、かなり酷かもしれないですけど、ただやっぱりこれが現実になるんで、
で、この甲の所在もしっかり取っておけば、まあ、逃げられないようにできますし、あとはまあ弁護士とかまた警察の方にも相談するということもありますから、そのためにもこの調査っていうのが必要になってくるかなと。あ。また今メール来ましたね。甲が軽自動車でいいから車買わないって話になって。ポルシェはどこにしたんですかね。しかもこれをオツに対して言ってるってことは、まあ、ほとんど一緒に住んでる。下手すりゃ結婚してる可能性もありますね。あ、多分甲が立ってる。了解。ああ、オツがレジ。まれに了解。ああ、オツがまた支払いだ。で、コウは先に店出てきそう。トイレットペーパーとか持って。で、オツが支払い。了解。で、コウはチャリンコ方面に歩いてってる。で、オツはまだ支払い。了解。で、オツも出る。支払い終わって、オツも今店出て、まあ、コウの方、チャリンコの方行ってる。で、合流。まれに了解。あー、で、こっち来るな。ちょっとカメラ注意してください。で、丸さんの横通っていく。丸に了解。で、丸さんの横通って、そのまま自転車押しながら歩いてってるから。で、丸一号もこれ歩き下ろしたからさ。了解。移動しましょう。あ、乗るな、チャリ乗る。リケするわ。丸に行ける。行けます、行けます。なんかすげえな、なんか。急いでるのか。二ケツ？二ケツ。ケツ了解。ツーシーターだ。ポルシェはツーシーター。ポルシェツーシーターだ。結構近いと思うよね。了解。じゃあこっちね、左平行で行くわ。はい。あ、後ろ振り返った。あ、1回振り返ったぞ。うん。あ、2回振り返ってる。ちょっと6あるかもですね。ああ、ね、左側の。はい。M入る。いや、あ、了解。突っ込むな。目の前でも駐輪場がある。あ、これマンションか。ごとりだよ、これ。ごとり。チャリ、今マンションの駐輪場にチャリ。見えてます。あー、これ多分正面の方にも出口あるから、こっち正面マークつける。了解。駐輪場から直で入れるぞ、多分。駐輪場から直で入れる。で、今駐輪。一回出てくる。で、駐輪場から出てきて、左。こっち左？あー、こっちでも確認ね。了解。マンションのエントランスはこっちで見える。あー、こっちが見えてる。もう目の前に、こっちもエントランス。で、こう来たな。あー、で、エントランス入る。いける？入ってった。ちょっと待って、シューパスでゴー取れるかも。シューパスでゴー取れそう。オッケーオッケー。シューパスで多分ゴーオッケーね。
了解。で、オートロック解除して、オートロック解除して、はい。こうがオートロック解除ね。こうがオートロック解除して、そのまま入っていく。丸三了解。まあ、こうがオートロック開けたんだよね。こうが解除したね。ああ。まあ、状況こうももう済んでんだろうね。さっきの会話とかもそうだけど。ここがもう G なんだろうな。ね。もう状況、ここが、まあ、自宅っていうかもう一緒にもう住んでる感じですね。オートロックも開けてってるんで、まあ、ま、自転車も止めちゃってますから、女性宅にも多分一緒に同居しちゃってるような感じになると思うので、まあ、今日の調査は、まあ、ここが自宅と判明して、まあ、終了となりますけれども、まあ、今回の調査を行った上でも、まあ、言ってる内容が全く違ったので、今回は、まあ、以前、喫茶店の方から、相手の女性の方を追尾して、やはりある程度の証拠と、事実が取れましたので、まあ、それを一応ご報告という形で、まあ、一緒に今の、まあ、動画の方と、報告書の方をちょっとご覧になっていただければと思いますので、はい、大丈夫ですか。で、今からまず動画で、前回の動きの方を見ていただきたいなと思いますが、こちら一応ダイジェスト的な感じでまとめてやってますので、まずこの動画からご覧になっていただければと思います。で、これが彼で間違いないです。で、別れた後すぐにですね、競馬なんですが、この競馬の方の券を買って、実際その競馬を行ってたんですよね。で、このように二人で、まあ、ちょっとマンションの方に一緒に入ってったっていう状況なんです。で、この女性は見覚えはないですよね。兄弟とかがいるとか姉妹とかいるっていうことは言ってなかったですか。まあ、非常に辛いとは思うんですけども、実際のこれが事実になりますので大丈夫です。これを、まあ、しっかり受け止めた上でまた先を考えて、で、あとはそのお金の方もそうですし、あとは報告書の方が証拠になるような、このような形で今回の調査の方の報告書となります。で、これをまた弁護士であったりとか警察の方にも届けていただければ、これが証明になりますので。私が貸してたお金ってどういうことなんですか。すると、この2人の生活費に飛んでってる可能性もありますから。このまま知らずに付き合ってたら、もっとずるずる言って騙され続けて、ひたすらお金も、そうですね、そこが止められて、また今度さらに前を向いて、新たな生活であったりとか、もっといい彼であったりとか前に進めると思いますので、はい、それはこれでちゃんと踏ん切りがつけたんじゃないかなと思っております。うん、実際この報告を見て
どういう。だ正直ここまでそのいろいろ見えてくると思ってなかったので、ちょっとショックなんですけど、まあでも、まあ、いかにもこのようなできてるんで、ちょっとお金だけでも取り戻したいっていうのも。この後もしっかりお金も返してもらえるように、はい、まあ、いろんなアプローチであったりとか、はい、弁護士先生であったり、はい、警察の方から、はい、しっかりこの証拠を持っていただければ、はい、自分たちもしっかりそこまでバックアップしたいと思います。はい、お願いします。心細いんで、はい、他またしっかり前に進めるようにしていただければと思います。はい、ではこちらはお待たせいたしますので、はい、ありがとうございます。MJ リサーチでは YouTube の方を通しまして、まあ、いろんな調査内容、まあ、浮気であったり、また人探し、まあ、詐欺案件、そのようないろんなトラブルを解決していきますので、まあ、ぜひチャンネル登録の方をお願いしたいのと、もしMJ リサーチに相談して、まあ、YouTube の方でも取り上げてもらいたいということであれば、MJ リサーチの公式 LINE の方にお問い合わせいただければ、そちらから対応いたしますので、ぜひとも、どちらも、登録してください。